さあそれではファンの皆様、続きまして八勝地ドリーム今日の第12レースでございます。それでは6メンバー早速お迎えしましょう。どうぞ盛大な拍手お願いいたします。まず1号艇が桐生純平選手、2号艇太田和美選手、3号艇地元です下條雄太郎選手、4号艇山崎智也選手、5号艇辻栄造選手、6号艇池田浩二選手、以上の6メンバーで今日の第12レース八勝地ドリーム戦を戦います。どうぞファンの皆様、今一度盛大な拍手お願いいたします。はい、それでは桐生選手がお座りいただきましょう。じゃあ桐生さん、すみません、前の方にお願いいたします。じゃあマイクロフォンを持って、はい、お願いいたします。はい、じゃあ右手に行きましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。正月レースはちょっと準優でしたっけ。そうですね、後輩と提供という形で輸出はできませんでしたが、昨年まず振り返っていただきましょう。2016年はどんな1年だったんですか。そうですね、あの年間通して、あの安定して走れてよかったと思います、充実してましたですよね。そうですね、はい、はい、じゃあ2017年は具体的にどんな目標を持って1年間臨もうかなという感じですか。そうですね、あの一層一層ファンの方が喜ぶようなレースがしたいです、うん、そうですか、はい。まあね、正月レース地元ではちょっと輸出ならずという形になりましたが、初めてのグレードレースでございますので、まあ、そういった意味でもまたね気持ちも引き締まるところですが。そうですね、はい、はい、いつも、具体的な目標っていうのは例えば最後は6人に残ろうだとか何かありますですか、数値的な部分は。まあ特に気にしてないです、はい、うん、もうじゃあ目の前の一走を大切に走るという形になりますか。そうですね、はい、さあモーターの話伺いましょう。こちらのボートレース大村のモートでございますが、ちょうど10ヶ月使っております。ある程度数字は信用になるのかなという感じありますが、今の段階での手応えを教えてください。そうですね、あのもらったまま乗ったんですけど、昨日はすごい乗りやすかったので、ほうほうほう、まあペラもほとんど叩かないで行こうと思います、そうですか、はい、じゃあそうなるとも前傾の段階では大きな心配はないかなと。そうですね、はい、いう感じになりますか。もう日本列島今ね最強寒波来ておりまして冷え込んでますから、まあそういった意味ではじゃあその回りすぎだとか気象状況とのセッティングと。そうですね、はい、その場その場でちょっとずつやっていきたいですね、うん、内が強いと言われてる大村でございますから、この1走目1号艇これは非常に大切ですね。そうですね、大事な1走だと思います。はい、キルさんの中でこれまでの大村の相性はどうでしょう。大村は好きですね。そうですか、水面は、はい、はい、前売り断然の一番人気でございました。それではファンの皆さんに6日間に向けての意気込みお願いいたします。はい、ドリーム戦選んでいただきありがとうございます。1節間精一杯やります。5000円お願いします。はい、桐生純平選手でございます。ありがとうございました。はい、太田和美選手でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、太田さんももうね常にトップクラスでやられてますが、昨年はどんな1年だったですか。そうですね、まあ、怪我とかもあったんで、うん、まあ、ちょっとあまり良くなかったですね。なるほど。じゃあ気持ちを切り替えての17年でございますが、地元の住之江でのレースはね、まあ、きっちり輸出を果たしての、まあ、今回でございますけれども、具体的にもう太田さんもね、なにわの怪物くんと言われてもう何年も経ちました、具体的に目標は掲げるタイプですか。いや、もうないですけど。ないですか、はい、まあ、1年間あの怪我なく走れればいいです、はい、そうでございますか。やっぱりね、昨年ちょっと怪我があったってことなので、やっぱりね、これから本当体を大切にしてくださいね。そうですね、もうおっさんなんで、いやいやいや、はい、そんなことはない、私も全然若いんですけども。さて、今回モーター引かれました。今の段階での感触を教えていただけますか。まあまあかなと思ってます、はい、そんなに悪くないかなという感じですか。はい、朝乗ったんですけど、うん、スリットまではいいんで、うん、まあ、あとはその先の足かなと思ってますけど、うん、ははははは。じゃあそうなると、まあ、大きな調整は必要ないかなという手応えですか、今の段階では。そうですね、はい、はい、これまでも太田さんぐらいのベテランになって聞くのはあれですが、大村との相性みたいな何か感じるところあります。んと嫌いじゃないんですけど、うんうん、ちょっとフランキー行ったりするんで。なるほどなるほど、はい、まあ、慎重に行きたいなと思います、まあ、その辺は気をつけてという感じでね、はい、まあ、最初のグレードレースということでございましたけども、昨日は住之江の方でね、バトル3が松井選手が優勝して終わりましたけども、あれはご本人にちょっと俺出てみたかったかなみたいな、そんなのあるんですか。いや、ないんで、はい、あ、そうですか、もう少し、はい、話をまとめて、あ、そうですか、はい、短くお願いします。そうですか、わかりました。怒られてしまいましたが、こっちのは賞金が高いですから。それでは意気込みをそれではお願いいたします。一節間頑張りますんで応援お願いします。はい、太田和美選手でございます。ありがとうございました。はい、地元です。下條雄太郎選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今節も選手代表の大役を担ってっていうね。はい、はい、はい、もうだいぶ慣れましたですか。もう諦めました。そうでございますか、はい、はい、
レースは諦めずに。まあそうですね、はいはい、昨年はどんな1年だったですか。なんかパッとしなかったですね。うん、はい、やっぱりあのこちらチャレンジカップもあって、はい、大切なところでちょっと出れなかったってもちょっとご本人とするとね。そうですね、うん、はい、まあ、目標にはしてたんですけど、まあ、出れなかったんで、まあ、うん、やっぱり、目標として達成できてないので、うん、まあ、良くなかったかなと思います、うん、はい、今年は具体的にやっぱり G1 を取りたいだとか、まあ、SG を取りたいだとかっていうそういった目標はどうですか。まあ、それはもちろん、はい、うん、持ってます。ありますか、はい、はい、さあ、地元勢とすると、はい、当然正月レースが年またぎでありました、はい、これ連続参戦の強みという部分は、はい、当然調整の上ではあるんですけれども、はい、その10ヶ月使っているモーター出走表を見ると、はい、一番数字的にはちょっと劣勢でございますけれども、今の試運転の感触はズバリどうですか。はい、まあ、昨日しか乗ってないんですけども、うん、まあ、良くなかったですね。良くなかった、はいはい、ということはもう10ヶ月使ってますから、はい、ちょっと思い切ったことをやろうかなっていう感じなんですか。あ、いや、プロペラがまだ自分の形じゃなかったので、うん、はい、そこからしっかり合わせて、はい、まあ、夏場には勝率良かったみたいなんで、うん、はい、しっかりそこまで上げてやろうかなと思います。寒くなってからの下條さん の、 そのプロペラの方向性、その叩く形みたいな分に関してはある程度手応えは掴んでるという。あ、いや、そういうわけじゃないですけど。そうですか、はい、じゃあ今の形をもうガラッととりあえず変えて。あ、いや、そういうわけでもないです。そうでもないですか、はい、エンジンに合わせてしっかり、うん、はい、やっていこうという感じでございますか、はい、はい、さあ初めてのグレードレース、それからやっぱりね、はい、地元長崎支部と言いますとやっぱりこの誕生祭っていうのはね、はい、違った思い出もあるかと思いますので、はい、それでは意気込みを一言お願いいたします。そうですね、優勝してまたここに戻っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、山崎智也選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、山崎選手もまあ正月を戦ってまあ今回ということでございますが、改めて山崎さんは、まあ、今年の目標というのはどの辺に置きますか。まあ、6人以内で賞金をいけるように頑張ります。なるほど、はい、はい、さあそして今回始まりましたけれども、余談でございますが、はい、私の泊まっているホテルのそばのコンビニエンスストアの社長がですね、非常にボートファンでございまして、今日前夜版をいただきに来ましたらね、このモーターいいんだよって言ったのが山崎さんでした、はいはい、手応えどうでございますか。悪くなかったと思います、はい、あ、やっぱり乗られててもそういう感じはありましたですか、はいはい、大きな心配はなくという感じで、はいはい、これまで大村の相性ということに関しては山崎さん的にはどうでしょう。はいいと思ってます、はい、そうですか、はい、ドリーム戦これ4枠でございますんで、じゃあ仕掛けるレースでということでございますかね。そうですね、はい、はい、そうでございますか。昨日地元の桐生は氷点下 5.6 度の中でレースがありましたけども、はい、そちらよりはこっちの方がまだ暖かいですので。そうですね、はいはい、熱い戦い、それではファンの皆さんに意気込みをお願いいたします。いいレース見せます、応援よろしくお願いします。はい、山崎智也選手ございます、ありがとうございました。すいません、すごい花の数ですね。ありがとうございます、ね、どこ行っても人気ありますね。ありがとうございます。はい、昨年はどうでした1年間。そうですね、後半尻上がりに上がれたんで良かったと思います、うん、なるほど、じゃあ終盤に向けて良くなって、はい、まあ、2017年を迎えたと。そうですね、はい、ただ、はい、ただ、はい、ちょっとね、ああ、フライングですね、はい、F の持ちがね。そうですね、それ以外も素晴らしい成績だったんですけどね。そうですね、はい、うん、はいはい、じゃあ、まあ、ちょっとその辺は気にはなるけれども、まあ、まだ1本目ですから、はい、はい、今年はどの辺に目標を置きますか。まあ、毎年通りあの賞金王に向けて、はい、うん、頑張るだけです。やっぱり、まあ、今だとまあ18人にとりあえずは。そうですね、うん、はい、それを第一目標にしてという形になりますか、はい、さあ辻さんモーター引かれました。10ヶ月使っております。感触はどんな手応えですか。いや、いい感じだとは思ったんですけど、うん、はい、またちょっと調整してからだなと思いました、うん、はい、そうですか。なんか特徴みたいなのあります。あ、この辺いいなと、乗りやすさがあるなとか、いろんな部分で、はい、うん、特徴は分かんないですけど、うん、確かチャレンジカップの時に、うん、僕の同期が引いて、うん、何やっても伸びるって言ってたんで。ほう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 、はい、じゃあこのドリーム戦は5枠で外枠にはなりますが、まあ、そういった部分でもね、そうですね、ちょっと楽しみな感じになりますかね、はい、はい、さあそれでは、ね、フライングの影響はないような感じでございますので、意気込みをそれではお願いいたします。そうですね、あのフライングを感じさせないようにエンジン仕上げていきます。応援してください。はい、ありがとうございました。辻栄三選手でございます。はい、池田浩二選手です。よろしくお願いします。お願いします。池田さんは2016年を振り返って1年どうでしたか。そうですね、まあ、怪我もしてちょっと休んでたんで、うん、まあ、今年は休まず走りたいと思います。そうですか。池田さんもずっとトップクラスやってらっしゃいますが、どうでしょう、具体的にやっぱり目標は立てるタイプですか。いや、立てません、うん、はい、流れにもう目の前の一走一走を大切にという感じになりますか。はい、モーター引かれました、はい、どんな感じですか。まあ、普通ぐらいだと思ったんですけど、うん、ちょっとエンジンの評価が悪いんで、うんうんうん、一回点検してみます。あ、なるほどなるほど。乗った感じはまだそんなに感じないけれども、まあ、これまでのデータを見るとちょっと、
不安な部分もあるので、はい、ちょっと点検をしてみようかなと。はい、でもまあドリームセーフ言いますが、まあ、ポイント的なシートはありますので、この6枠スタートっていうのは、まあ、ちょっと気楽に走れるかなっていうところはありますか。そうですね、いい位置だと思います。そうですか。大村これまでの相性はどうでしょう。もう最近はちょっと良くないです。あはは、はいはい、まあ、でも年も変わりましたんでね、はい、この6枠のスタートでございますけれども、はい、それでは6日間に向けて池田さんから一言お願いいたします。はい、一節間頑張ります。応援してください。はい、ありがとうございました。さあ今日の発祥地ドリーム戦は第12レースで行われます。それでは、皆さんの意気込みを一言ずつお願い、ごめんなさい、皆様に改めて、声援のほどよろしくお願いしたいと思います。さあそれではご紹介いたしましょう。1号艇が桐生純平選手です。2号艇太田和美選手。3号艇下條雄太郎選手。4号艇が山崎智也選手。5号艇が辻栄三選手。6号艇が池田浩二選手。以上の6メンバーで八王子ドリーム戦、素晴らしいドリーム戦を見せていただきましょう。選手退場でございます。さあということでございまして、熱戦の日が来て落とされました。まあ、他のメンバーも第1走の、ね、準備にそれぞれ、進めてるわけでございますけれども、6日間にわたってのこのボートレース大村ならではの、この誕生祭でございます。迎えで木栗の第20回大会、イベントの方も目白押しでございます。ぜひ皆さんで盛り上げていただきたいと思います。どうも皆様盛り上げていただきましてありがとうございました。